はようございます。おはようございます。前回の話します？いや別にいいです、なんか不機嫌になるんで。あ、そうですか。まだオンエアされてないんですよ、はい、ちょっと期間が短かったので。はいはいはい、ですよね。だからなんか土下座シーンを見れてないので、ちょっとそれ見てから。あ、そうですか。判断したいなと思ってたんですけど、本当にすごかった。途中から16時から22時まで、はい、ずっと128以内。あ、だから俺が帰った後ってことですよね、うん、あそこまではなんかもうずっと文句しか言ってなかったのに。そう、ネガティブ発言満載で。グッチ雄三じゃないよ、文句雄三ですから僕は。ご機嫌っすね。あのね、このウィズイトシンに関しては流れに乗っちゃってるんで、はい、明日の本編の方が正直今の時点で僕は気になってて。あ、なるほど。もうあっちがね、うん、ちょたまないですもんね。さあ明日のことは僕関係ないんで。関係ないけど、はい、一応言っとく、はい、僕は2個工夫を凝らした。ほう。で、一つはまあ明日言うんすけど、はい、もう一個は、はい、ちょっと今のうちに一応全身取っといてもらわないと。ブーツはいつものブーツ、まあ何種類かあるやつ、はい、で、まあパンツもデニムで。じゃあ抽選の後に、はい、答えは言いましょう。ああ、そうなんです。髪型もまあいつものソバージュでしょ。そう、こら内藤靖子じゃねえっつってんだろ。ふざけん。喜んでる、喜んでる。久々に言うわ。仙道明穂でもないぞ。本当に。うん、悪いな。いや悪くないでしょ。いや悪いな。そう、あなたのさじ加減。いや悪いな、これは悪い。22は別に悪くない。いや悪いっすね。腰から下ちょっと取ってください。答え言いますから。バックが新しい。でもそれ前見たような気がするな。ずっとこれです。ずっとそれですよね。ずっとこれです。答え。はい。ジーンズが新しくなった。わかんねえって。変えてきました。わざわざ。はい。で、だから、ね。いやいや、それで流れを変える。あの負の流れを変えるってこと。もう俺完全に、まあ、読んじゃってて、読んじゃってるんです、ね、そのもう表の見る前から、はい、ああやっぱりって思ったんですよ今日のこと。ああ、説明します。全然簡単、ね、簡単というか。じゃあ説明お願いしていいですか。今日はもう何も僕はアドバイスしてないんで。一応、ま、真面目な考察っすよ。真面目で、真面目でお願いします。いつでも真面目しか求めてないんで。おふざけ番組じゃないんで。俺真面目って入れ墨入れてますから。真面目。いやもうふざけてるじゃん。その時点でふざけてるじゃん。感じで。おの真面目っていう風に。いや俺もうふざけてる。おの真面目。もうふざけてる。なーにーの、ま、お真面目先生ですけど。あの、はい、ずっと北斗が良くない。良くないっていうか、まあ今回あんまりこう対象になってなかったですよね。うん。この店で何が一番多いか。北斗なんですよ、設置台数はね、うん、はい、で北斗が入ったら 100% そこなんですよ。だからもう簡単っすね。22番なら、まあ、ギリいけると思うんですよ。ギリじゃないかな。ちなみにモンキーターンどう思います？あると思う。だって北斗がラインに入ってくるんだとしたら、あとはじゃあもしモンキー入れないんだったら縦のラインじゃないですか。僕はもう横一択なんで。ああ、だから北斗、置き時、あと一番下がカラクリ。あ、カラクリか。はいはい。それはね、ないっすね。あ、ないんすか。うん。まあ迷わせない方がいいのかな、いろいろ。そうね。なんか情報があるなら、はい、先に聞いとこうかな。聞くの？聞きたいの？いや、だって、うん、俺推定3の3で積もってるんですよ。今年入って、うん、え、そうかな、そうかな、伊藤新さんのアドバイスかな。だってあんまり、あー、なんか助かるわみたいな感じで2回連続ぐらいは。この票をくれるのはすんごい毎回、正直自分で行けな、昨日も行けなかったから、はいはいはい、まあ、たどり着けないですからね。まあそれたどり着くのは別に、あー、そうですね、あ、うん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 、はい、それはぜひお願いしたいな。はいはい。俺アドバイスもらったんで、対糸心対策、実はなんですか。ちょっと今月はそれで攻めますよ俺。ああ、いや言わないですよそんな。なんで言わなきゃいけないですか。いや僕のその俺対策って何、俺ら身内同士で争ってんですか。なんかなんか言われた時の、はい、あのガードの仕方。ああ、俺50流なんですけど。50流だったんですけど。50流だった、空手のね。
え、それ誰からアドバイスもらったんですか？あ、ちょっとそれは言えないです。その人の身に危険が及ぶかもしれないんで、それは言えないですけど、対糸新対策っていうのを俺実はもう何週間か前に、あれだ、ササディじゃなくてってことなんですか？いや、言わないです、それは。ちょっと言えない、言えないっす、そんなの言えないですけど。はい、今回の予想はちょっと今までから考えると難しくしてきたなとは思いますかね。僕の中でのポイントは9位にあるファンキーと7位の延々ですかね。今までの傾向からするとジャグラーがだいたい2機種ぐらい入っていて、そのうちの1個は当たりなんじゃないかっていう、まあ、このお店の設置台数的なものも含めてなので、まあ、ジャグラーはどっちかはおそらく入ってくるだろう。で、入ってきた時にどっちが入ってくるかで、今回は斜めのラインにもかぶっているので、あと大前提として多分2ラインぐらいは作られるだろうって僕は予想してます。そうなると多分なんですけど、このゴージャグ、オキドキ、ファンキーのラインはあんまやってこないんじゃないかなって思うんですよね。まずそこがはっきり、ゴージャグとファンキーで、どっちが当たりかが分かるとラインがある程度消せるので、ポイントはまず一つがそこで、序盤で設定、この中で設定推測しやすいものはスマスロの北斗の剣は、まあ、お店がカスタムしてきたら早めにトロフィーが出る可能性があるから、それが一つっていうのと、あとは延々に関しては、まあ初当たりはだいたいレギュラーが出てきて、そのレギュラー中の示唆で分かりやすかったりするので、ことがあるので、まあ序盤で気にするのはその辺の機種かなと思います。銭形とかは設定は僕は個人的にはまあ相当難しいと思っているので、ただ設置機種が2台なので初めてなんですよね、このカードの中に2台設置機種が入ってくるのが。だからまあそれもちょっと気にはなるっていうところでしょうかね。で、どこのラインが当たりかは正直分かんないです。まあ俺としては個人的には延々とかが好きなので、下段のラインとか入ってるといいなと思うんですけど、沖さんは上段が8割強いでしょってなるんで、あとだからやっぱね、置き時が真ん中にあるっていうのが、置き時ゴールド真ん中に入れてくるの本当いやらしいなと思うんですよね。あの、分かんねえから設定で入ってたところでうんって、まあ、その喜べもしないしみたいなところがあるので、俺は個人的には下段のこのラインとこのライン、縦ライン、まあモンキーターン、銭形、ファンキー、からくり、永遠とか、だからあとは挙動を見ながらどこが当たりかなって予想していく感じかなと。で、この予想の感じを考えると、お店も相当そんないつまでもサービス期間やってませんよみたいな感じをちょっと受け取れるので、次回以降ちょっと苦労するかもなとちょっと思ってます。はい、さあ伊藤慎さん、はい、すいません、僕今後ろにいませんけど、後ろにいない、はい、もろもろ準備整ったんで打っていきます。あ、お願いします。はい、ちょ玉16720からのスタートです。いやすごいですね、16720。ああジャギスタート、こういうのだけで僕は嬉しいっすよ。いきなりアミバ出たんだけど、え、左が、まあ、左がアミバか。そうっすね、あ、強いね。そうっすよね、はい、あら、わあ、永遠が朝一100ゲームで引っかかってくれなかった。まあそこ引っかかんないですけど、引っかかってくれたら、あのリセット濃厚、いや多分リセットは全部リセットされてると思うんですけど、動き的には、うん、あのボーナス引いてくれたらそこで設定推測できたのにっていう、そこに引っかかってくれなかったから、ちょっとまたしばらく席を離れないといけない。めちゃくちゃ永遠にこだわってるじゃん。わかりやすいんで、あ、延々が消せるかどうかも結構でかいと思うんですよ。だってこの北斗と絡んでないじゃないですか、ライン的に全く、はいはいはい、で今回そういう意味で言うと銭形と延々がちょっと、だって銭形2台設置ですから、うん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 、なぜ入れたみたいな、そこを入れたってことは、いや1個は1個4なんですよ、もう俺全部分かりましたもんで実際結果出てるからね、これ伊藤慎さんこれまあまあいいです、いいです、よかったです、そういうポジティブ発言の方がいいんで、うん、あの出ねえわみたいな、ずっとやられるよりは。ただね、はい、これすごいのが80ゲームレア役ゼロなんですよ、はい、よくないねえ、でもしかも左やめちゃったんだけど。嘘だ、それはないでしょ。だって何にも置いてないですよ。移動する、
まあどっちでもいいですけど。しよっか。まあ、しよう。はい。え、本当にアミーバだったんですよね。僕いなかったから あれですけど、この飛行ではないようだみたいなこと言って、はいはい、まあでも定性点でも出ますけどね。出ますけど、まあ、出るけど、あとだから気にするとしたら朝一は800が天井になるんで、こっちのが天井には今近い、まあ、近いってことですよ、はい、いやこれでも移動します、します、はい。ちょっとよく分かる、あの1台目は300枚でやめです、はい、300枚投資、300枚投資やめ、はい。おかしくない？なんか俺怖いんだけど、もしこのぐらいが高設定だったら俺の打ち子ってこと？え、自分が知らない間に彼は、うん、え、だって普通やめないよね。まあ朝一から狙いに来ててアビーバーボイスが出たんだったら出て、でまだ持ち玉もある、初当たり超良好、まあ1回しか引いてないけど、何だったんだろう。いやそれか、なんかもしかしたらすごいもっといいのが狙い台が実は空いたとか、空いたから、うん、そっち移動してみたいなことなのかもしれないですけど、うん、いやどうだろう、右がなんかキリンとか出しちゃった出た日にゃ俺はメンタルがやられます、はい、で明日もズタボロみたいな感じ、あります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 。ん、何も出てないよ、うん、っていうか俺当たってねえし、やめた人の次だから、やめた、そのなんか出たけ移動したから、もう2台トロフィーで飛んじゃう、嘘、何が出た、ブラウ、ブロンズ、いやいや金、キリンとレインボー、え、アミーバボイスが出た、あ、そうなんですか、それだけ多分、あ、俺本当にカスタムのあれは見てないからそれは断言できないけど、お兄ちゃんが急にやめちゃったから、しかも初当たりいきなり引いたのに、だから移動したの。なるほどね、ありがとう、言ってる意味が分かった、うん、完全に理解したぞ、はい。まあ、要はこの島で朝一からキリンとレインボートロフィーが出た台があったにもかかわらず、この台はアミーバボイスは出たけどトロフィーが出なかったから、出てないから、まあお店がカスタムしてるんだろう、で、うん、これが一発で出なかったってことは外れなんだろうだろうってことでやめたんだ。あ、いや分かった分かった分かった、すげえやるってことは、伊藤慎さん、はい、あのもう一回整理するよ、整理しましょう。普段、うん、そこまで注目されてない北斗が、はい、朝一満台、はい、なおかつ、まあ、5,6 ですわ、うん、が朝一出たとカスタムしてる、はいはい、つまり、うん、俺の予想通りだよねやっぱり、うん、いやどうかな、いや、あの 2分の1では間違いないですね、2分1はもう確定ですね、まあ、って思う人がいるだろうから、だって逆に言うとその2台しか出ないっておかしくないですかとも思うんですよ。おかしくね、あ、300天井じゃない、え、もし300天井来たらやった、300天井じゃない、やったよ、いや俺北斗めちゃくちゃ打ってきましたけど、はい、300点初めてです。あ、そうっすか、はい、まあありますよ、あのやったな、おい、まあ、強いけど、強いけど、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ喜んでるけど、めちゃくちゃ強いぞ、みんな水差すようで悪いですけど、ごめん、4の4で積もった、全然聞かねえな、こっちの話、あの、ごめん、今年入って4の4で積もった、多分、うん、300点以上初だもん、はいはい、おめでとうございます、やったな、これ、まあ、じゃあもういいか、他の島見なくても、二の矢のこととか考えなくても、ちょっともう汗出てきた、今、投資がですね、さっき300枚使ったからこの台は4000円ですね、6000円4000円です、はい、ナイス大移動ですね、めちゃくちゃすげえじゃん、めちゃくちゃすげえぞ、あの家元ガチプレイヤーはここからさらにちゃんと考えましょう、考える、うん、あの考える、まずこれが当たりなのはもういいわ、当たり、うん、あの挙動的には今のところ強いからしばらく打つじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて我々がここから考察したいのは、うん、朝一おそらくカスタムしたであろう台があるにもかかわらず、うん、これはそうなってないわけですよ、なってないはず、俺ここ見てないのよ、あでも見てて出たんだったらやめるわけないじゃないですか、あ出てなかった、出てない、おうおうおう、ササディ枠出てなかったと、でじゃあ出したやつと出さないやつがあるっていうことじゃないですか、まず、おう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 、まあ、これが高設定だと仮定すればですよ、その心は何なんだ、その意図はお店側は何なんだって俺はまず考えるんですよ、普
通に考えたらこれが大当たりってことでしょ。え、レインボーも出してんのに大当たりってどういうことですか。な、設定まあ6ですな。 6? じゃあいやまあでも僕は4頃だと思います、うん、この台は。でも、はい、じゃあこれは全部はじゃあ教えないわけ。あの教えないよっていうことだと思います。はい、でも全部教えないんだったら、だって全部教えちゃったら朝終わっちゃうじゃん。あ、そうですね、うん、そういう仕掛けをするんだとしたら何が一番効果的だなって思います。俺が店長だったらキリンとレインボーまず見せたわけじゃないですか、うん、それ見せてうわ入ってるよって言ってるにもかかわらず隠すものがあるってことはフェイクなんじゃねって思ったりするわけですよ。あ、なるほど、はい、それは愛しいさん、うん、悪いとこ出てるよ愛しいさんの。なんで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 、素直に考えるった方がいいよ、はい、あの朝一、はい、2台5、6、1台ずつ確定したイコール、うん、しかもこうランキングに入ってるイコール、うん、僕はもう2分1で高設定っていうのはもともと思ってたのが確信に変わったっすよ、はいはいはい、だから7台しか当たってない。これは6台中2台が朝一に入ってんだよ、うん、5、6の、はい、あ、あ、北斗七星ありました。74%以上。あ、79だっけ。あれ、いや大丈夫だよね。あ、まあ視聴性がなかったら確定ではないので、だから負ける可能性はありますよ。え、 79% 以上でってこと。はい、まあでも逆に言うと視聴性出て、あ、視聴、あの北斗七星出てくれたから継続率は良かったんだと思いますから。1回だけ剣で、うわ、ボタボタ、はい、デフォ、うわ、いやこれはちょっと先長いな。いやでもまあ、まあ言っても天井だったですから、あのラッキーパンチだからまあいいじゃないですか。いやミラクルラッキーパンチなんじゃないの、はい、あの300の天井って。でフェイクの話に戻りますけど、奥さんは、はい、あの結局9マスの中、あのどのマスでも当たりは必ず入ってる、必ず入ってるじゃないですか、はい、1台は。でそれって俺からしたらフェイクなんですよ、あのラインに被らないところ。ああの9マスの中の、まあこっちの予想としてはですよ、2ラインぐらいは正解 してるでしょって思って参加するわけじゃないですか、うんうんうん、でそのライン上に乗ってるものっていうのは、まあ少ない機種だったら全の可能性もあるし、あのそれなりの台数だったら半分以上 は高設定っていうふうに思うじゃないですか、はい、じゃあそれ以外のところ、例えばじゃあ5台設置で1台とかなんか示唆が出る台があったりしたら、俺からしたらそれはフェイクなんですよ。そこはねちょっと僕違くて、まあ例えば5台の島があるとするじゃない、はい、このお店に。であの表に入ってたと、はい、5台のうち1台、はい、例えばまあ 6を入れて、はい、あと全部1ですっていう入れ方は絶対しないんで。あ、そうですよね、うん、あの結局4、2台とかになるんですよ、で残りが2ですみたいな。要するにいい店だから、本当申し訳、言っちゃ悪いけど比較が崩れちゃうかもしれないけど、あの表の中の台打っときゃそこまで曲げないです、本当、本当に、まあまあ、僕はそう思います。その中で今日は北斗がもう僕は表を見る前から分かってた。だって待ってましただもん、待ってました。で後押しするようで悪いけど、ゴーゴーがここにあったの、はい、北斗の横に、はい、あ、これもうここで確定じゃんで僕はなりましたね。割り数的な、32、31、30、ダメです、28か以内じゃないとダメなんで、はい、これはね愛しいさんに教えてもらってから、はい、めちゃくちゃ気にするようになったいやとにかくもうこの台はある程度結果が出るまでずっと打つだけです。まあこの台に関してはそうですね、はいはい、まあ、網場出て300天井踏んだんだから、まあ、4以上ですね、まあ、4か5って考えましょう。できれば粘ってもらってトロフィーがどういう段階で出るのかっていうのはちょっと気になるかな、はいはいはい、なんかお店がカスタムしてるんだとしたら、うん、その意図を知りたいので。俺はねやっぱね感覚が違くてその意図を考える前に、はい、さっきあの単発 79% 以上で単発だった
あのジャックゲームのやり方を今日はどうすればいいかなっていう風に結構マジですよこれ。はい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 、まあ家元らしくていいですけどね、うん、いいですけどそれはあの汎用性がないんでそれ考えても。ああなんだろうな、俺もう癖というか性格なんだろうねこれね。いやまあ それ以外の何者でもないと思います。そういうことを探求したくなる。麻雀におけるハイパイの取り方とか、はいはい、めちゃくちゃこだわりあって。麻雀はそれでいいと思うんですよ。でも今日はねいい意見交換ができてますよ。あ、なるほど、伊藤新さんってそう考えるからこうなんだっていうのがすげえ分かりやすい、はあはあ、非常に。俺これ260ゲームでさ中段チェリー多分3回引いて3回とも使ってると思うんだけど、まあ我々あと今日北斗に関しては全く俯瞰して見れてないっていうか何も見てないですよね。これもう積もった時点、まあまあそうっすね、積もっちゃってるの心の中でも。いやもう鉄板っす。いやでもその結構打ち込んでる人間からすると、僕はそんな打ち込んでるわけじゃないですけど、はい、アミバも人によっては別にアミバだもんなっていう人もいるんですよ、うんうん、それはね分かる。そうだから朝の挙動がすげえ良かった、はい、でアミバも出た、うん、で300天井も踏んだ、まあ、そうなるとやっぱ強いは強いんですよ。僕が打ってた台の挙動があんまり正直良くなかった、はいはいはい、ただ600以上はまった嬉しそう嬉しそう。それだけ、あ、それだけ今多分音声取れてないです。600以上はまった600以上はまっためちゃくちゃ嬉しそうじゃん。うわ、6延々六角出てる。マジすげえな。お、初めて見た。マジか。いや六角出たらあるでしょ。いやじゃあ3台ですから、あの北斗って別に前台じゃないじゃないですか、うん、多分違う。あのここが当たり島だったとしても、うんうん、そうなると結局は自分の台との相談になるでしょ、うんうん、だから俺北斗はあんまり大木さんと違って狙いの中に含めたくなかったんですよ。座ったところで当たりかどうかが確定しないんで。ただ三大島とかだったら、もし島が当たりだったらその時点でもうあとは粘ればいいって思えるからいいんですけど、何にも知らない台よりもまあ知ってた方がいいかなっていうことで、それも分かります。それもね、うん、選んだ理由の一つですね。お店にある機種は対象になりそうなものを一通り触って普段触っておいた方がいいんじゃないですかって思うんですよね。選べなかったらもったいないじゃないですか、選択肢が狭まっちゃうんで、まあ、確かにそうだ、うん、でもちょっと待って、延々も当たりなんだとしたら、あとはだからモンキーだね。ああ。まあそうなると真ん中の置き時入れてんのかな。いやいや俺ね、伊藤新さんどうすかそれ。そうだからそこを思ったんですよ。うわ、ドキドキゴールド、真ん中にしてきてんなと思って、真ん中にしてきた時点でうわ今回もうなんか迷わせにいってるんです。そうそう、サービス期間終わりましたよと、ちょっとは考えてくださいよみたいな意図にこっちは感じ取ったんですよね。ただ俺絶対的な自信あるんで、あの表に関しては。まあまあでもそう思って参加した方がいいからね。参加した以上は悩んでてもしょうがないから。金パルも全部稼働してますね。あ、マジですか、はい、あんまり出てないんだけど結構きつそうな展開。まだ初当たり2回とかの台ばっかりなんで。キングパルサーはねマジわかんないっすわ。あ、うん、だからねやっぱ6回出ましたから。山さんの傾向として1回とかじゃあれなんですけど、ドートロフィーが出るだけでも、うん、複数回出るだったら強いのかなってやっぱ思うんですよね。隣も出ましたからね。はい、もう何この台。うわ、始まった。一生始まった。いや子役めちゃくちゃ引くんだけど一生来ないのよ。これどう考えるかって皆さんもあの参考にしてください。僕の、ああ、これ6以上で引いてんすよ子役を。ああ、間違いなく、はいはい、で初当たりが6以上じゃないんですよ。これすなわち、はい、6じゃないんすよ。で全体的な傾向からピンポイントで僕が6を座ってるとは思えないんで、うん、北斗が左から4台、うん、空き台になったんですよ。え、固めてんのかな、なんだろう。ってことはトロフィーが出たのはどの台。おかしいっすよね。どの台が出たかちょっと知りたいな。あれ、糸新設がちょっと優勢になったとか。そんなことないよな。フェイクだっつっても
3分の1は絶対入ってますから。3分の1入ってっかな、まあそれはあるかもしれないですけど、ね、12台でしょ。12台 4台以上は絶対入ってます。あの4がね、あの4以上がね。ちょっと僕の台怪しくないですか、雲行きが。いやでもその挙動だったら怪しくても行くしかないですからね、うん、まあまあまあ、うわ2択だったか。やっぱ確定させたいじゃない。うん、したら、おお、どうしたこれ。チャンス目でいきましたね。当たりか。今 2,3 ゲーム前にチャンス目引いてましたよね、うん、引いたで、これが下まで落ちてました。下多分落ちてた。あの定格からのチャンス目は相当設定差でかいんで。やったね。もしこれが一番下なんだったら、まあそれもやっぱプラス材料です。投資いくらになりますか。15170 1550枚。めちゃくちゃ使ったじゃん。31000円。うわさ、うわ、ここで本当に抽選してんのこれ。まあここはちょっと7連ぐらいはしてくんないと、普通はしますね。5連以上、あ4連以上しますね。よし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 。これはほぼ確定でしょ。一番上か。俺珍しい、うん、それ見たの初めてかも。初めてです、はい、このセリフ初めてです。一番上ってセリフが一番上ってことでしょ。あそうですそうです。なんか引こう。これ一応言っとく。すごい鬼門ですねここが。なるほど、うん、ここ超えればいいわけでしょ。めちゃくちゃわかる、めちゃくちゃわかるよこの鬼門。 80% よいしょ。入った、よかったね。中段チェリーとか引きたいですよ ね、上げたい。だからそのトロフィーさえ出てないですけど挙動はめちゃめちゃいいと思うんですけどね。いい、まあこれは赤だよな。今のちょっと早くなかったですか。いやー微妙ですけど僕は普通かなと思いますが。かわす、ほらね、マジな、早かった。いや分かんないですね、まあ、ちょっと早かったかなっていうふうに思ったけど、もっと露骨じゃない、早い時。そうかな。第2の鬼門4連、まあ、これは普通ですよね。あ多分普通だと思う。わあそれなら当たらないで、うわっ、パンチで終わるのが一番嫌だ。それはそう。うわ止まってる、パンチで終わるのが一番嫌だ。459、うわバット、デフォです。やっぱり4連か。ただ投手は結構いってるんで、まあ、まあまあチャラを目指す日なんだろうなって思ってます。めちゃくちゃ冷静に、まあ、ぶっちゃけ投資は気にしないです。今のスマスロで投資がいくらだったからとか、まあ、北斗はそれでも穏やかな方ですけど。歌い始めてるな。そろそろ出すか。じゃあ対伊藤新戦略を。ああ出してください。偉そうに言ってるけど、はい、月どれぐらい勝ってんの。ね、月どれぐらい勝ってんだっつんだよ。それな、何の、何をもってプライベートですか。平均してプライベートで何枚ぐらい買ってんだっつってんだよ、今年。月平均だよ。月平均 2,3 万じゃないですか。これですよ皆さん。え、でもそれ誰が言うんだろう。そうやって言ってやったらいいんだよって。誰が言ったのかを知りたい。いや、それは言えないです。なんでなんで。いいじゃん別に。あれでも小勝さんと今そんなに接点ないですよね。小勝さんがそれ知ってるんですよ。へえ、はい、おかつくんとは回ってないですけどね。てか全然公約引かなくなってきたぞ。降格スタート。
これどっちが自分の場所かが分かんないんですよ。あ、分かる。 この店ホルダー使っていいの？いや、あのホルダーおかしいでしょ。いや、あれこっちでしょ、うん、おかしいでしょ。おかしい。だから俺だったらね、はい、ここに矢印で何番台っていうシールをここに1個貼るだけでいいの、はいはいはい、これが客商売なの要するに、はい、うん、じゃあさっき月間であんたはプライベート稼働でどれだけ買ってんのって言われたそのまんまちょっとお返ししましょうか、うん、客商売したことあんの？ある。え、あんの？めちゃくちゃあるよ。コーヒー館の社員だったし。え、コーヒー館の社員やってたんでしたっけ？代々木の金光堂の書店の店員だったし。編集部入る前ってことですか？うん。あ、社会人経験あるの？当たり前じゃん。何、俺小学館の子会社でも働いてましたよ。何言ってんの？あれいくつの時ガイド入ったんでしたっけ？ 25? あ、まさにジャンソーのメンバーなんか客商売の極みっす。あで喫茶店でしょ。もともとだって小学1年生とか あの小学館の子供雑誌のプレゼントページのレイアウトとかデザインとか発想をやる会社にいましたからね。めちゃめちゃ固いじゃないですか。あ、でもアルバイトっす。あ、それはね、それは失礼いたしました。俺そこで飲み会が嫌いになる第1弾の出来事があって、ほう、なんかすげえみんな飲む人たちが多くて、はいはい、僕まだ20代前半で全然飲まなくて、はい、なんかワインを飲まされて、ワイン、いきなりワインはね、ちょっとお酒もそんな飲まない人間が。で俺当時千歳船橋っていう小田急線のね、ほう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 、世田谷の方住んでて、はいはい、途中でね、半蔵門で乗り換えだったんですね、はいはい、でもうめちゃくちゃわけわかんなくなって、はい、俺半蔵門の乗り換え、はい、四つん這いで行ったんすよ。おう、ウォーキングデッドみたいだ。そう、多分気が違ってる人って思われたと思うんだけど、はい、あれがまず第一の飲み会嫌いになった理由で、第二はまあ有名なんですけど、はい、ガルオさんにビンタされた、はい、もう優しくだけど、酔っ払った勢いで、まあ、ツッコミじゃないけど、うん、ツッコミ感覚で何回も叩かれた。それが嫌だったんですか、うん、この人何なんだろうと。その時に飲み会自体が嫌になっちゃったんですね。だから要は例えばガルさんだったり、その働いてた時の同僚の人の、うん、だってあのシラフの時はいい人だし、俺ガルオさん大好きだし、はいはい、だからお酒飲むとちょっと変わっちゃうのかなって思う。お酒って人をこういう風に変えることがあるんだ、じゃあ俺の人生でいらないわ。ああ、そんな変わる姿を見たくないと。そうそうそう、誰だって。あ、まさにそういうこと。なるほどね。だから絶対そういう席には行きません。はいはい、それだけ言っておきます、強く。まあみんなも知ってますからね、それは。おかげさまで誰も誘わなくなりました。誘われなくて、まさに僕と同じことをされてるのがやっぱり山田類53世さんで、もう10年以上絶対に飲み会行かない。ああ、